まだデッキを知らないわけだからね。最初はグーグーじゃんけん。あー、まずい。勝ったかな。いやー、まあでも、これ多分普通ぐらいなんじゃない。ビル？ビル？バスターじゃないの？ありますか。9。なので、だいぶだいぶデッドライン近い。終わった。はい。はい。はい。どうしよう。はい。まあ。もう一回ですね。ね、終了時。はい。おじさんです。つるね。ここまで食って順番近いようだよね。うん。ターン帰ってきたときにドラサイの効果のブロッカー先に切るから流体しないんだよね。しないしないしない。いけるかこれ。いけるか。止まな。はい。止まんぞ。ミラクル。え、4マナか。4マナ。うん。ずいけど。止まな。終わり。まだ。もう一回。いや、まだね、もう一段階あるんで。でもやることないんだよ。いや頼む、これはこれは持ってくるしかない。やめろ、頼む。多色一重だー。プリヤープリヤヤ。それでは最強結論デッキ、5色デリートですね。僕は初見で食らいましたけど、はい、ちょっと解説お願いしてもらっていいですか。猿がいなくなったんで、まあビッグマナが、まあ、環境を使えるよねってなったから、バキとかいろいろベッキマナあるけど、そのバキはオニカマスがいるじゃん、うん、だからまあ一番打ったら勝てるみたいなカードを選択しました、うん、なるほどね。でオールデリート、まあ禁断ミラーはきついけど、うん、あの正直今なんか禁断入ってくるデッキもどんどんバイク、うん、バイクくらい、ジョーカーズ、バイクジョーカーズぐらいかな。ジョーカーズはもともと無理なんで割り切りかな。でネクストとロージアとまあ、ドルマゲの赤黒ドルマではまあ有利かなって感じです、うんうんうん、ネクストは本当に有利、本当に勝てる。あの速度速いしトラップめっちゃかかるし。なるほどね、うん、ジョーカーズに対してエタトラは完全に腐るんですけど、ジョーカーズは無理だけど、うん、まあ、それは追いつかないでもジョーカーズってそのボス自体はそんなにいないからあまり見なくてもいい敵だとは思います。結構勝てるよこれ、うん、なるほど。楽しい。ちょっと高いけどね。まあそこはしゃないね。新環境でね、ビマナ握ってみたいって人はね、ぜひ楽しんでなわけで、以上最強結論でキシリーズでした。